はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日は2024年の11月8日金曜日ですね。今日はこちら東京ディズニーランドの今駐車場に来ているんですけれども、本日は新シリーズの2つ目の映像でございます。こちらですね、新スペースマウンテンの最新工事状況を皆様にご紹介していきたいと思います。スペースマウンテンは7月31日で終了となりましたが、約ですね3ヶ月ほど経ちましてですね、もう新スペースマウンテンがどんどんできてきました。でここのですね駐車場側からねよく見えますので、今からじっくりと工事状況をね見ていこうかなと思います。前回動画ご紹介したのが1本目の動画がですね約1ヶ月半前なんですけれども、だいぶ変わりましたね。まあ、前もねこの辺は足場があってね、もうたくさんなんかレールみたいなのがこう見えてたんですけれども、どうやらこの天井ができ始めてますね。前回との大きな差はこの天井部分かなって思います。すごいですね、ジェットコースターの中身ってこんなになってるんですね。すごいね。でもどことなく形はスペースマウンテンっぽい丸い形してますもんね。なんとなく骨格だけですけれども、まだスペースマウンテン作ってんだなって感じはしますね。でここはですね新スペースマウンテンと旧スペースマウンテンのね比較ができるんですけれども、旧スペースマウンテンはですね上のここにねなんかトゲみたいなのがあったんですけれども、それがねなくなってきてますね。もう徐々にスペースマウンテンがなくなってきてるのがわかります。寂しいですね。でこっちが新スペースマウンテンなんですけれども、こうやって見るとですねだいぶ旧スペースマウンテンよりですね後ろ側にあるのが分かりますよね。なのでリニューアルではあるんですけれども、まあ、実質ですねエリアの拡張も含めてますので、だいぶトゥモローランド広くなりますよね。こう見るとちょっとジョマジ専門家じゃないんで全然分かんないんですけれども、まあ、どことなくここになんかコースターが通りそうな道とかが見えますね。でこの後ろのあたりにはちょっと四角いお部屋みたいのがあって、こっからこんな感じで行くのかな、ちょっと全然まだ分かんないですけどね。でもここにもなんか通りそうな道があります。なんとなくですけれども、ここになんかね洞窟っぽいのがね前回も見えたんですけれども、多分こう登ってここから落ちていくんじゃないかなって感じはしますよね。まあ、まだ出来上がってるわけじゃないですし全然分かりませんが、まあ、多分ここの洞窟が最初なような気がします。はい、ということで最新のスペースマウンテンの工事状況です。こんな感じ。今日は平日なんですごい音が聞こえますね、工事の。でそしたら最後にですねリゾートラインに乗って上の方から見てみようかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。2024年11月上旬現在のですね新スペースマウンテンの工事状況でした。もう1ヶ月半前に比べたらですねもうだいぶ違ってますよね。ぜひね第1弾の時の映像と比べてみてください。まあ、まだまだね全然出来上がってないんですけれどもね、また今後少しずつね動画投稿していこうかなと思いますので、また次のね工事状況の映像もお楽しみに待っててください。はい、ということでね今日はこれで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。
ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方は、メンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。